はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はケイマスのお話なんです。実はね、今おじいは発見してびっくりした、ね、はい、ケイマスのドライブ、ね、新型が限定販売、うん、ね、ちょっとよくわかんないんだけど、おそらく DDWP2024 なのかな、わかんないけども、でここで見るとボタンがあの C シリーズに互換性があるのかなっていうね、まあ、ちょっとそんな匂いがする感じがします。でたまたまね、ケイマスのオフィシャルページを見ていて、でこのホイールベースっていうとこ見ていて、でこうやって2つ並んでたんだよね。あれ なんかちょっと違和感があって、あれっつって、これ違うでしょ、これ。ほら。ほら。これが、2021でしょ？で、あれって単品、あれってなって。で、まあ、いくつかアップデートはしてるけど、まあ、昔はボタンがこんなカラフルじゃなかったやつからスタートして、何代目なのかな？初期の頃とは違うんだね、これね。多分2代目か3代目ぐらいになってると思うんだけど、でペダルなんかも確か今売ってるのは LC100 は確か3代目に相当すると思うんだよ、確か情報によると。で古いのがそのまま残ってるならわかるんだよ、ケイマス大体そうなんだよね。古い写真のまんま売ってるパターンが多かったんで、でこんなのおじい今まで一回も見たことないし、でこれ見るとね、これ R123 ってあるから、これ絶対に C12 とかのあのボタンと同じだよね。だからあーと思って、絶対にこれ新しいやつだと思ってね。で今449ドルで売ってるんだけども、これでもね、こうやって見てるとちょっと不思議なんだよ、これね。在庫限り先着順です。在庫限り、すべての商品は可能な限り海外商から、ね、発送されますということで、在庫限りっていうことは写真は新しくなっちゃったけど、今海外からって言ってるから中国の倉庫にはないってことだから、じゃあ旧型のやつが先着順なのかなっていう。でも写真だけ先に新しくしちゃったよっていうパターンにも考えられるんだよ。だって新型だったらさ、新型でも今の在庫限りだよっていうね、また次の入荷するまで。だどっちの意味なのかなってね、ちょっとわかんない、おじいも。で、ケイマス GT1 サーボモーターダイレクトドライブベースって書いてあるんで、これあの GT1 丸いね、あのバンドルのやつ、これがステアリングが GT1 っていう名前なんです、これはね。なので、まあこれとバンドルになってるんだけどもね。なのでこの説明を見ると、これケイマス GT1 サーボモーターダイレクトドライブって書いてあると、やっぱり旧型の在庫限りなのかなとも取れるんだよね。で、おじいはね、確かあれではね、これね、おじい過去にも言ってるよね、GT1、GT2 が、もう予定があるよっていうね、ジェネさんがね、情報言ってくれたよね、教えてくれて、まあ、だいぶ前だよね、あれね。で、この間、新しくなった担当者さんが、もう GT2 が、ね、出ますよって言って、ああ、ジェネさん情報からかなり経ったけど、あれ、発売する前だったんでね、これが出るんだって言った時に、あれ、春頃だったと思うから、もう結構何ヶ月前だろう、ね、4ヶ月、5ヶ月ぐらい前だと思うけど、ようやく C12 の、ここの部分だけが GT2 で出てくる
ね、ような感じなんだけど、でおじいね、これね、これは、まあ、どの道あれだからいいだよね。これがもう見た感じはそっくりだよね。C12 のあれにまさしく。で、ね、GT2 は新しいドライブでないとっていうことで聞いてるんだね。で、なんでって聞いたら互換性の問題でってことで、多分スピードメーター表示したりとかね、ギア表示したりとか、まあ、いろんな互換性があるので C シリーズのあっちの方とに合わせてこっち側の方でもっていうね、まあ、そういう感じにシフトするんでしょうということで、なんか、まあ、かっこいいよね。確かに進化してるということで、もうオフィシャルの方でこうやって新型を出してるので、これは GT1、GT2 両対応ね。あと GTS だけかね、今までだったで、GTR だね、これがフル対応だと思うんだよ多分。で旧型だと、GT2 が互換性の問題で使えないっていう、無茶でもあるよね。R9 でも新型の R9、旧型の R9 とかさあったじゃん、ね、で新型旧型だとこれがつくしかないってあったじゃん、あれはね。それとね同じなんだよね、うん、で、まあ、これ見るとね旧型と同じなのかな、どうなのかなって見ても分かんないけど、これこうやって見るとこっち側にパッチンパッチンがあって、こっち側多分グリグリグリかな。でこれが電源だね。で R1、R2、R3 があって、で反対側どうなってるんだっていうとこうなってるんだね。こっち側は L1、L2 で、ここがおそらくカチャカチ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 なんだよこれね、うん、これがグリーングリーンだと思う。これがねカチ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 だと思うんだよ。旧型でもだ、カチカチカチこれこれついてるからね、それがないと困るから、まあこれなんだと思うんだよ多分ね。で後ろがね、おじいはC シリーズと同じようにこれタイプ C 来るのかなと思ったけど、タイプ C 来ないね。おじいてっきりね、LC100 ペダルあるじゃん、これとC と両方あるじゃんね。だからこれもねそれに合わせてくるのかなと思ったんだけど、うん、やっぱ従来のやつなんだねこれね。そうなのか、ね、これが従来のね今までので、ここに2つグリーン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 があるでしょ。だからこれ結構同じなんだよね。で、ここが L1、L2 でしょ。ねえ。だからね、ボタンは変わらないんだよ。ボタンは変わらない。反対側もパンパンパンってやって、電源スイッチとパンパンパンだから変わらないんだよ。ねえ。これも、クリクリだもん。もう、同じなんだよ。ねえ。でも見た目が変わって、中の要は基板仕様か、基板というか対応が変わるんだね。だから C12 のベースの方がこっちよりもほら情報が多いじゃんね。だからこっちにもそれを互換性のあるものを乗っけてきてるっていう、それをやらないと結局ステアリングをつけても結局互換性がないってことなんだね、使えないってことなんだね、おそらくね、だと思うんだよ、ね。まあ、C12 結構高性能だからね、めちゃめちゃ、ね、
だこれがねニュードライブだと思います。本当ね GT2 は新しいドライブじゃないと使えないよって言ってたんで、なので送る時はセットで送るねって言ってくれたんでね、うん、で多分これとセットで来るんじゃないのかなって僕はそう思ってるんだけどね。まあいち早くちょっとどんな形なのかお目見えしたんで、うん、まあ、ここら辺の形は同じだね本当、うん、まあ15に言うとね中身はモーターは変わんないだろうね。ね、そうなんだよ。ただ本当ね、あとは電源ね、電源の変化があるかないかなんだね。そうなんだよ本当にね、まだ言えないんだけどね、電源がね、電源とほらパワーって結構違うじゃん、あのオーディオでもね、何ボルト何パ何アンペアでさ多い方がパワー出るじゃん、ね、でこれどうなんだろうねと思って、ちょっとね気にはなってるんだよ、ね、そうなんだよ。国内の代理店が暴露してしまったね、C5 のね例のやつ、あれがまだね全然未定らしいので、ね、ほんと散々代理店が大暴露してX で暴露しちゃったけど、うん、でそっちの方はアダプターがね、アダプターがちょっと押さえてある、ね、なんでね今C5 がすごく C5 がこうモリモリ、ね、で8トンぐらい、ね、まあ、もう余裕で出てるよねっていう、でそれぐらいの感覚があるんだけども、そこがねもしシグナルだったら滑らかバージョン、まあ、滑らかしてもそんなに極端に変わんないけども、電源がねおそらくちょっと滑らかなんで、C5 はね今のうちに早めに買っておいた方がいいかなっていう感じするけどね、まあ、そういうことでね、まあ、ここが光るとかっちょいいで、これ光るのが嫌だっていう人もいるじゃん。だからおそらくアプリでここの色を変化させたりとか C12 みたいに当然だから消灯することもできると思うし、これ多分一個一個色変えられると思うんだよ。だからね、だったらこのつまみもこれ光った方がいいかなと思ったけどね、どうなんでしょう。これこれだと緑とオレンジでね、あここにあるんだっつってこうやって手が行くけども、真っ黒だとねちょっと分かりにくいんじゃないかなと思うんだけどね、どんなんでしょう、ね、うん、はい、そういうことで、なんかねこの写真になってるからこれが限定なのかなって思うけど、でも海外倉庫からっていうあれ内容を見るとね、むしろ可能な限り海外の倉庫からってことは中国の倉庫じゃないってことだから、そうすると、あまりもんな旧型のあまりもんなのかなっていうね、どっちなんだろう。でもここに GT1 サーボモーターって書いてあるから、まあ、間違いなく写真はこうなってるけども届くのはこれなんだろうね、多分きっとね。写真と違うじゃんっつってね、しょうがないよ。でもまだ GT2 は発売してないからね、そういうことです。はい、そういうことで、まあ、この DDWD C シリーズではないこっち側の方をね、まあ、狙ってる方はもうちょっと待てばこちらが
手に入ると思うんだよ。今これ手に入らないと思うんだよね。多分もう物はあると思うんだけど、多分売り切っちゃってから入れ替えだと思うんだよ、おそらくね。そういうことなんだよ。でこれが登場してからじゃないと GT2 出してこないだろうね。だってあのこれには GT2 つかないのでね。そういうことだと思います。楽しみだね、本当。テーマーし、ね、あのシフターね、シフターまだまだあのだいぶ先だって言われたけど、あのまだ今のところ申し上げたらね、全然予定がないっていうことで、このシフターはね、早めにシフターあの使いやすいの、ね、出してくれないかなって思うんだけど、ね、まあ、その前に一回あの GTR、ね、あのフォーミュラハンドル、真四角の真四角のフォーミュラ、ね、あのモッドが、まあ、あの形でも一応楽しみにしてるんで、ね、まんまりよりは やっぱ、でも本当はこうここ H 型の方が結構かっこいいけどな、まあ、Q 型のやつがね良かったんだよね。まあいいけど、はい、そういうことで、ケーマスのドライブがね、ニューバージョン、これ何代目かな、3代目か4代目に該当するけども、まあ、新しいものになりそうだよというお話なので、まあ、皆さんもケーマス興味のある方は公式ページをじっと見てるとね、いろいろ発見があると思います。おじいいつも眺めてるから、ね、あとはあの CP5 だけかあの C5 のねおすすめセットのクラッチがないやつ、あれのあの強化するやつね、あれがオプションで追加されてるから、ね、そうなんです。あ、それもね送ってくれるんですよ確か。そういうことでね。で、あとほら、他のところからね、海外から、ケーマス用のいろいろオプションが出てるよね。このバタフライ C5 のこれの長いやつとか、ね、なんか、ペダル強化するやつとか、そこら辺が結構出てるんで、ね、どん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 面白くなっていくね、ケーマスね。はい、そんなわけで、まあ、ケーマスはあのどの商品も元気って入れればクーポンコード 5% オフで買えるので、ね、ケーマスでもここに来てすごいよね。あの C5 が遅延が一番ないんだっけか、ね、あの反応が早い、ね、ドリフト野郎は C5 がものすごくいいっていう、なんかあの徹底解説してた人がいたね。ドリフト上手い人ね、びっくりしたね本当。はい、まあ、そんなわけで終わります。ケーマスの情報でございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。お腹すいた。バイバイ。